2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国経済、追撃されたサムスン電子、スマートフォンに続き半導体も、グローバル1位奪われ。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国経済、昨年から、韓国のサムスン電子がどんどん落ちぶれていっている。昨年の営業利益が、85% 減の、7000億円程度だっただけではなく、シェアの方もスマホではベイアップルに、負けて、今度は半導体までインテルに負けたそうだ。そりゃ、サムスン電子の半導体はメモリー分野だけだものな。インテルは PC の CPU を、開発してパソコンの性能を、毎年、引き上げている。しかし、韓国人の唯一の希望だったサムスン電子の、凋落が止まらない。でも、サムスン電子には折りたたみの、スマホがあったじゃないか。あれ、売れているのかよくわからないが、シェアを落としている時点で、売れてないのか。中国のファーウェイにシェアを、奪われたのか。このまま落ちぶれていきそうな予感がする。こんな状況でサムスン電子は23年かけて、500兆ウォンの半導体クラスターの投資を行うのだ。1年で2兆円の利益を出しても投資に消えるので、どう見てもこの投資計画は無謀なんだよな。この先、いくら生成 AI で半導体需要が増えるとしても、おのずと限界がある。毎年、莫大な投資が必要なメモリー半導体で、世界シェアを狙うにも台湾の TSMC がいる。しかも、日本やアメリカとタッグを組んでいる。韓国製のメモリーなんて、誰が買うんですかね。熊本県で工場が完成して、安定的に半導体を生産できるようになれば、日本やアメリカは別に韓国製を買う必要がない。サムスン電子が今後、どんだけすごいことしても、2022年の半導体特需の営業利益を超えるのは難しいだろう。中国も以前のように韓国の半導体を買ってくれない。つまり、サムスン電子も倒産が近づいてるってことだ。もう、勢いがどんどん落ちている。今回の記事でもそれがよくわかる。では、記事の冒頭を見ていこうか。ここの冒頭は私が読むわよ。サムスン電子が世界のスマートフォン出荷量1位の座を13年ぶりにアップルに明け渡したのに続き、半導体も売上1位の座を逃した。サムスン電子のイ・ジェヨン会長は就任以後聴覚者競争者が飛び越えられない差を強調しているが、スマートフォンとメモリー半導体に対する売上の依存度が高かったサムスン電子の脆弱な基礎体力が明らかになったと指摘されている。サムスン電子も半導体に重視しすぎて、結局、他の部署の投資が減額されて、物を作る、いや、パクる力が弱まったってところだろう。だから、以前にも書いたが、今、韓国がやることは半導体を、きれいさっぱり捨てるべきなのだ。正直、勝てるわけないからな。生成 AI の登場はイノベーションである。こちらは絵心なくても、コマンドワードを入れるだけで、可愛い女の子が生成されるのだ。まさにイノベーションだ。問題は喜んでばかりもいられないんだよな。こちらはサイトを、更新したり、動画を作成して生きている人間、つまり、クリエイターなので仕事が AI に、取って代わられる可能性が、十分あるという。もう、すでに簡単な提案書の、草案ぐらいなら AI が、作れるそうだし、事務職もどんどん削られていくんだろうな。銀行員もどんどん減りそうだ。少し話がずれてきたが、このように生成 AI の精度はどんどん上がっている。こちらも毎日画像作成しながら、その進化ぶりに驚くばかりだ。これにも半導体が使われているわけだ。
さらに、半導体は最新のドローンを飛ばすにも使われるし、戦車や飛行機を動かすにも使われる。このように半導体は21世紀の鉄みたいなもの。つまり、IT 社会においてなくてはならないものといっても、過言ではない。すると何が起きるか。今まで韓国製に頼っていた中国を、はじめ、各国が半導体を研究、開発していくのだよ。世界中の国家が半導体の重要性に気づいた今、多少のアドバンテージなんてないにも、等しいものだ。中国ですら、もう、7ナノまで開発できるのだぞ。サムスン電子が半導体技術を中国企業に売ったおかげでな、あれ？サムスン電子さん、半導体開発すると言いながら技術を売るとか、何しているんですかね。世界の企業が半導体や生成 AI 開発に動けば、韓国製のメモリーなどすぐ淘汰されていく。勝てない戦をサムスン電子は挑もうとしているわけだ。その結果は数年後に出ていると思われる。サムスン電子がこのままいけば、数年後に倒産も見えてくるかもしれないな。では、記事の要点を整理していく。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、どんどん読むぜ。記事の要点。1、17日、市場調査機関ガートナーの発表によると、サムスン電子の昨年の半導体事業の売り上げは、前年比 37.5% 減の399億ドルと集計された。総合半導体企業のインテルが487億ドルの売り上げを上げ、サムスン電子より多かった。サムスンは2021年にインテルを抜いて世界半導体売り上げ1位に上がったが、これを再び明け渡したことになる。市況の影響が大きいメモリー半導体が、不振だったサムスン電子とは異なり、インテルはサーバーや PC チップなど事業領域が分散したため、売上減少幅が少なかった。昨年の半導体全体の売上は、前年より 11.1% 減少した5330億ドルと集計された。2、新しい産業に迅速に対応し、ポートフォリオを多様化し、売上成長を成し遂げた。グローバル企業とは異なり、サムスン電子はメモリー半導体事業に比重が集中している。売上の 70% 以上を占めると言われるメモリー事業への集中度を下げるために、ファウンドリ投資を拡大中だが、台湾の TSMC との圧倒的シェア格差を狭められずにいる。トレンドフォースの調査の結果、昨年第3四半期の TSMC と、サムスン電子のファウンドリのシェア売上基準はそれぞれ 57.9%、12.4% だった。3、人工知能 AI 半導体の駆動に欠かせない高帯域幅メモリー第4世代製品 HBM3 も SK ハイニックスに技術主導権を奪われた様子だ。サムスン電子が主要な顧客会社である米 NVIDIA の製品受注に苦戦している間、ハイニックスだけが第4世代製品を数ヶ月先に独占供給した。サムスン電子の元役員は最高経営陣が半導体事業で重要な意思決定に失敗し、重要な人材の一部もライバル会社に移ったと状況を伝えた。同日午後、サムスン電子半導体事業部 DS では、キョン・ゲヒョン部門長社長により緊急役員会議を開かれ、常務級以上の役員500人余りの今年の年俸を凍結することにした。半導体需要不足という要求のせいにするより今年の危機を克服しようという意思を示す狙いだ。4、スマートフォン出荷量1位から下がったことも痛手となっている。市場調査機関 IDC の調査によれば、Apple の昨年のスマートフォン出荷量は2億3460万台で、サムスンの2億2660万台を追い抜いた。サムスンは中低価格スマートフォンである Galaxy A シリーズなどを前面に出したが、13年間守ってきた1位の座を明け渡した。匿名を要請したある証券会社の研究員は、サムスンが昨年プレミアムフォン事業に集中している間、
中国企業の中低価格本市場での影響力が大きくなったと話した。アップルの iPhone とプレミアムフォンの競争で格差を縮めることができず、かえって中国ブランドに市場を参食されたということだ。中国のシャオミ、オッポ、TRANSSI は、ナイジュとインド、アフリカ市場を、元にそれぞれ1億4590万台、1億310万台、9490万台の出荷量を記録した。サムスン電子のイ・ジェヨン会長が、年明けから次世代通信技術開発現場や、技術専門家サムスン名称に、あって、連日のように技術競争力を強調したのも、追いつかれた技術リーダーシップを取り戻すためのメッセージとみられる。同日、サムスン電子の株価は前日より 2.20% 下落した7万1000ウォンで取引を終えた。AI 半導体に対する期待から、NVIDIA は前日より 3.06% 上がった563.82ドル。AMD は 8.31% 上がった 158.74 ドルで取引を終えた。以上の4つだ。それでは順番に見ていこうか。霊夢、要点は以上だ。続きをどうぞ。はい、読んでいくわよ。サムスン電子の昨年の半導体事業の売上は前年比 37.5% 減の399億ドル。総合半導体企業のインテルが487億ドルの売上。その差は88億ドルだ。しかも、インテルは同 16.7% 減だったので、インテルも半導体不況で苦戦していたことに変わりない。昨年の半導体全体の売上は、前年より 11.1% 減少した5330億ドルと集計。この中で興味深いのは NVIDIA である。生成 AI の登場で、一気に順位を上げて5位まで、浮上した。ここで2023年の、半導体売上ランキング見ておこうか。1、インテル、487億ドルに、サムスン電子、399億ドル。3、クアルコム、290億ドル4、ブロードコム。5、NVIDIA 6、SK ハイニックス。このように SK ハイニックスも、4位から6位に転落。気がつけば半導体もアメリカ製が独走していくのか。アメリカが本気になったら、サムスン電子も SK ハイニックスもどんどん落ちていくだけと。次の2が重要だ。サムスン電子はメモリー半導体事業に比重が集中している。売上の 70% 以上を占めると言われる。メモリー事業への集中度を下げるためにファウンドリ投資を拡大中だが、台湾の TSMC との圧倒的シェア格差を狭められずにいる。トレンドフォースの調査の結果、昨年第3四半期の TSMC とサムスン電子のファウンドリのシェア売上基準はそれぞれ 57.9%、12.4% だった。これ、サムスン電子がファウンドリ投資拡大だとか述べていたのに、逆に台湾の TSMC にぶっちぎりで負けている。この時点で、韓国のサムスン電子が半導体で生き残る道がないよな。どうせ劣化製品しか作れないからな。サムスンや SK ハイニックスの代わりなんていくらでもいるのだよ。次に読んだ。人工知能 AI 半導体の駆動に欠かせない高帯域幅メモリー第4世代製品 HBM3 も、SK ハイニックスに技術主導権を奪われた様子だ。SK ハイニックスが主導権を奪う？それなのになんで大赤字なんですかね。なんで稼いだ金で利子が払えないゾンビ企業なんですか。そういうのは SK ハイニックスが黒字になってから独占とか言ってくれよ。サムスン電子の元役員は最高経営陣が半導体事業で重要な意思決定に失敗し、重要な人材の一部もライバル会社に移ったと状況を伝えた。ああ、これはあれですか。中国に技術と一緒に引き抜かれたんですよね。重要な人材すら引き止められないのか。今のサムスン電子は。同日午後、サムスン電子半導体事業部 DS では、キョン、
ゲヒョン部門長社長により、緊急役員会議を開かれ、常務級以上の役員500人余りの、今年の年俸を凍結することにした。半導体需要不足という要求のせいにするより今年の、危機を克服しようという意思を、示す狙いだ。金がないから役員の年俸を、カットですか。そもそも役員が500人も、多すぎだよな。500人もいて、どうやって会議を、まとめるというのか。一箇所に集まるだけでも、大変だわ。そして、スマホの話題だ。匿名を要請したある証券会社の、研究員はサムスンが昨年プレミアム本事業に、集中している間、中国企業の中低価格本市場での、影響力が大きくなったと、話した。アップルの iPhone と、プレミアム本の競争で、格差を縮めることができず、かえって中国ブランドに、市場を参食されたということだ。まあ、そんなことだろうと思ったよ。だってサムスン製のスマホより、中華製の方が性能良いし、安いものな。折りたたみのスマホがどうとかで、高価格帯でアップルに勝てるわけないのに、主力の戦場をスルーして、中国製に台頭を許してしまった。ただの間抜けじゃないですか。では、最後は韓国ネットの意見を、見ておくか。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。この記事を見た韓国のネットユーザーからはサムスン会長が、現政権に忠誠を尽くした対価がこれ？ユン、ソンヨル大統領の、就任後、この国は経済、安保、メディアのすべての分野で後進国になった。こんな状況なのに、中国に技術を流出させた反落罪人の、高速令状を棄却するこの国は正常だろうかなどと、指摘する声が上がっている。また、原因は戦略ミス。時代の流れを正確に把握し、長期プランを持ってアプローチすれば、チャンスはまた来る。一喜一憂する必要はない。サムスンがまた1位を奪還できますように。サムスンの半導体は、未だに数十年前からやってきたメモリに、集中している。何か大きな改革が必要だ。このままでは中国に追い抜かれてしまうとの、声も見られた。翻訳、編集堂本。もう、韓国人ですらサムスン電子が、ダメだと理解していると。そりゃそうだよな。サムスン電子の社長を、逮捕して拘束して邪魔したのは韓国政府だ。その数年間で、サムスン電子は、大きな意思決定ができないまま、現状維持となった。サムスン電子の社長を、逮捕するのは悪手だと。こちらは当時指摘したが、当然、そうなりましたと。ということはムン君のおかげてことか、さすが経済の大天才だ。ニュースは以上だ。霊夢、サムスンがどんどんやばくなるな。半導体注力しても、インテルや TSMC にはもう勝てない。でも、投資すると発表した以上、毎年、数兆円要求されるわ。サムスンの負債が膨れ上がって、ドボンね。倒産するってことか。投資というのはリターンが大事なのよ。その半導体クラスターがいつ動くかもわからないのに、毎年、金をかけたところで状況が一変すれば意味がないわ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。